茶の間の下だ。明日ほんでちょこ、ここが茶の間だから、でこの辺が玄関なんだ。ここまで茶の間だもん。だね、ここね、ここら辺だな、玄関なんじゃな。南相馬市原町区の小野栄さんと妻の静江さん、さら地となった場所には住み慣れた自宅がありました。複雑だね。まあ何にもなかったらいたんだべからね、ここにね。2年前の東日本台風により南相馬市原町区は1日の降水量として観測史上2番目に多い253ミリを観測。農業用の利水を目的にした高野倉ダムは貯められる容量を超え決壊する恐れがあったことから、下流に大量の水を流す緊急放流を行いました。その結果、小野さんをはじめおよそ10世帯が浸水被害を受けました。このような被害を少しでも防ごうと、高野倉ダムでも去年9月から運用が始まったのが治水協定です。春から水をどんどん使っていけば、このダムは、水位が下がっていきます。で下がって空いた部分を水害対策容量として、使うと。高野倉ダムをはじめ農業や発電などを目的に水をためる利水ダムには、これまで洪水を防ぐために水をためる役割はありませんでした。しかし協定締結により、農業用などに使用し空いた容量を使い洪水を防ぐために水をためる役割が具体的に位置づけられました。その結果、高野倉ダムでは貯水量の 40% を占める最大250万トン分を受け止められるようになりました。当然夏場でも低く設定しても台風とか来ればその協定の高さにも超えることがありまして、その場合は、まあ、緩やかに、まあ、放流量を増やしたままで、その目標値に近づくように水位を下げるという行為をします。さらに大雨が予想された際にダムの水をあらかじめ下流に流し受け止められる容量を確保する事前放流も協定に盛り込まれています。一方で実際の運用には難しさを抱えています。利水場、農業用の水の確保という部分も当然ながらありますので、そことの兼ね合いが一番まあ難しいというか。県内では現在国や県が管理する52のダムで治水協定が結ばれていて、今後さらに拡大することを目指しています。2年前、緊急放流により自宅が全壊した小野さん夫婦は、今年7月、ダムから1キロほど離れた下流に引っ越しました。治水協定の締結は、地域住民の安心・安全な生活につながる大きな一歩だと受け止めています。台風で結構ね、下の方まで被害を受けてね、みんな思ってって思うよ、そのダムのせいだって思ってから、やっぱりダムの管理をねちゃんとしてもらわないと。二度とこういうことを起こさないようにすればいいんだ。緊急放流により被害を受けた下流の水無川では現在も堤防の補強工事が続けられていて、2年後に完了する計画です。